はあ、一晩中考えてみたけど、コレイがどうしてああなったのか、オイラやっぱりわからないぞ。もう気分は良くなったかな。コレイのところへ行ってみようぜ。君たちか。ちょうど探しに行こうとしてた。あれ、ティナリがなんでここにいるんだ。コレイは？コレイの様子を見に来たんだ。簡単に言えば病気になった。病気？まさか。あ、ひょっとして昨日のオイラのせいなのか。心配しなくていい。おちびちゃんがここまで深刻な事態を引き起こすことはできないよ。これはコレイの持病なんだ。まあ実を言えば、確かに君たちが来たこの数日、コレイは興奮しすぎて自分の体の状況に気づかなかったっていうのもあるけどね。はぁ、無理もない。何しろコレイはもう長いこと友達に会っていなかったんだ。場所を変えようか。彼女は薬を飲んで寝たばかりだから、静かに休ませてあげないと。さっきの話の続きをしよう。実は君がいわゆるモンドの栄誉騎士だってことは、さっきコレイが話してくれた。リーユエと稲妻での正義感ある行動についてもちょっとは知ってる。でも先に言っておくけど、コレイに関することを君たちに教えるのは君たちの身分や経験とは全く関係ない。理由は一つ、コレイに頼まれたから。正直言うと、コレイの過去を君たちに教えるのには賛成できないけど、コレイ曰く君たちが友達として誠実に接してくれたから、コレイも同じように君たちに接するべきなんだってさ。ティナリ、コレイは何の病気にかかってるんだ。持病って言ってたけど、まさかずっと前から病気だったのか。そうだ。コレイはまだ小さい頃にマリン病という病を患ってしまった。マリン病？これはスメール特有の疾患でね、患者の体に灰色がかった黒い鱗状組織が現れることからその名が付けられた。最初は皮膚が変化した部分に少ししびれを感じる程度なんだけど、症状が進行すると手足の指に力が入らなくなり、時には感覚がなくなることもある。そしてだんだん患者は自分の体を制御できなくなり、やがては完全に動けなくなってしまう。それ結構怖くないか。また、まさかこの間コレイがうっかりしたのも原因は。うん、マリン病の影響だよ。だからコレイにはなるべく物を持たせず、自分を傷つけさせないようにしてる。適切な治療方法を取れば病気の進行を効果的に抑制することはできるよ。でも残念だけど、マリン病を完治させる方法はまだない。だけど昔コレイの母親にマリン病を根治できる方法があるって嘘をついて、コレイをファデュイって組織に引き渡した人物がいた。何？ファデュイだって？ファデュイを知ってるんだね。説明する手間が省けるよ。とにかくコレイを僕に預けた人が言うには、彼女はファトゥスの博士という人のところに送られたそうだ。
そいつがどんな治療方法を取ったのかは知らないけど、彼女のマリン病はその時確かに抑えられてた。だけどファデュイのところで過ごした日々は彼女にとって決して愉快な思い出じゃなかったんだ。彼女は強い。ずっと楽観的に振る舞ってるけど、未だに人から触れられた時恐怖を感じてしまうことがある。コレイはずっとたくさんの苦しみに耐えてきたんだな。そうだパイモン、コレイからの伝言がある。昨日君を驚かせたことを謝りたいらしい。それからごめんなさい、ずっと病気のことを黙っててとも言ってたよ。コレイは何にも悪いことしてないじゃないか。謝る必要なんかないんだ。うん、その言葉は次コレイに会うとき自分で伝えてよ。彼女は自分には友情を得る資格がないって思い込んでた。僕の弟子に二度と同じような苦しみを与えないであげて。おう、ディナリ、任せてくれ。まあ、ひどくはないよ。今回倒れたのはここ数日、体力の消耗が激しかったからだ。薬も飲ませたし、ちょっと休めば治ると思う。でも、コレイがガンダルバー村に来た当初は、確かに今よりずっとマシだった。あの時、彼女はレンジャーの仕事に興味津々でさ、知識も学びたがってた。だから加わってもらったんだ。でも最近は体力がかなり落ちてきてる。適度な運動はずっと必要だけど、やっぱり長距離の巡回はもうやめておいた方がいい。さあ、これでコレイの状況はもう全部説明したよ。これから彼女の薬草を取りに行かなくちゃいけないから、話はここまで。連れて行ってくれ、ディナリ。オイラたちもコレイのために何かしたいんだ。まあいっか。だけどウリンは危険だし、旅人も療養中なんだから、道中は僕の指示通りに動いてね。いい？ああ、分かったぜ。じゃあ行こう。取りに行くのはサウマラタハスって植物だ。マリン病患者の体力を回復してくれる。ティナリ、その植物はどこに生えてるんだ？サウマラタハスはウリンに点在してる。ガンダルバー村の近くでもよく見かけるよ。名前からすると水のあるところで探した方が良さそうだな。うん、サウマラタハスは水生植物だからね。水面に浮かぶ大きな青い花みたいで結構目立つんだよ。でも実は花びらみたいに見えてるのは葉っぱと萼で、花はその真ん中にあるすごく小さなやつなんだ。あとスメールの植物は名前だけじゃ判断できないものが多い。例えばカルパラタハスはつる植物だし、スメールローズもバラじゃないんだ。そうなんだな。うっかりしてたぜ。ティナリと植物の話をするのは早計だったよな。サウマラタハスはこの近くに生えてるはず。手分けして探そう。君たちは4つ取ってきてくれたらいいよ。十分な薬草が取れたらこの近くで落ち合おう。これで任務完了だぜ。ど
れどれ。うん、なかなかいいね。よく選んでくれてる。君たちの豊富な野外探索経験のおかげで時間を節約できた。おかげでついでに他の薬草も取れそうだよ。おい、ティナリさん。ティナリ、誰かがお前を呼んでいるぞ。服装からしてレンジャーみたいだな。うん、知り合いのアミルたちだ。みんな出発したばっかりなのにもう帰ってきたの？行ってみようか。まさかここで会えるとは。ガンダルバー村に帰ってティナリさんを探そうとしていたところだったんだ。何かあったの？ついさっき地域を見つけたんです。地域？君たちのルートは1週間前に徹底して片付けたりなのに、こんなに早く現れるなんて。具体的な場所は？すぐ先にある谷の奥だ。今回出現した場所は過酷の狭いエリアをほぼ塞いでたから、すぐ戻ってティナリさんを探すことにした。半径は？すまない、そこまではよく見えなかった。今日はチームに神の目を持ってる人がいなかったし、地域はまだ拡張し続けてるみたいだったので、あまり近づかなかったんです。うん、その判断は正しい。今すぐ片付けに行くから、君たちはこの二人をガンダルバー村まで連れて戻ってあげて。待てよティナリ、なんでいきなりオイラたちを帰らせるんだよ。ああ、スメールに来たばかりじゃこの状況もわからないか。スメールのウリンでは今一部エリアに独特な異変が起きてるんだ。そのエリアを地域と呼んでる。地域は植物を枯らすだけじゃなく、動物や人の命まで奪う可能性がある。だから神の目がないものは近づいちゃダメだ。そういうことなんだ。この前ウリンには危険なエリアが存在すると言ったのも、君たちを脅かすためじゃない。神の目を持つ者、つまり元素力を操れる者だけが一定時間地域の侵食に耐えられる。そう、だから俺たちみたいな一般レンジャーはただ地域を見つけ位置を記録して、ティナリさんのようなプロに任せるのが仕事だ。何しろ地域の内部に足を踏み入れ地域を除去できるのはティナリさんたちだけだからな。でも神の目を持ってないみたいだが。安心しろ、こいつは確かに神の目を持ってないけど、元素力を使うことに関してはベテランと言っても過言じゃないぜ。それにオイラたち、実は前にも同じような状況の人に手を貸したことがあるんだ。へえ、ってことは他のレンジャーにもあったのかな。君たちがガンダルバー村を離れる時に地域を見分ける方法を教えてあげようと思ってたんだけど。じゃあ一緒に来てよ、君たちなら助けてくれそうだ。この前も見たけど、やっぱり鳥肌が立つぜ。旅人、ここからは地域の内部に進むよ。地域を除去したことがあるんならやり方は知ってるだろ。でもこれだけは覚えておいて、
無理はしないこと。もし耐えきれなかったら外に出て休んでてほしい。何しろこれは命に関わるからね。さあ行こう。まずは地域を維持してる枝を探そう。よくできました。全ての枝が処理できたからこれで地域の腫瘍を処理できるよ。絹のような弱さね。そこ！はびこれ！腫瘍を破壊して。やったぜ、周りがまた緑に戻ったぞ。君が助けてくれたおかげでこんなにも早くここを正常に戻すことができたよ。ティナリー、そう言ってるけどなんだか冴えない顔だな。え、そんなにわかりやすかった？わかった。説明するよ。最近、地域の出現頻度がますます増えてきてさ。さっきみたいに地域を除去しても、間もなくまた新たな地域が現れちゃうんだ。僕の仕事が増えただけならまだよかったんだけど、地域はウリンのあらゆるところに影響を及ぼしてるんだよね。例えばさっきはこのエリアを正常に戻したけど、だからといってエリア内の植物がみんな生き返るわけじゃない。実際植物の数がかなり減ってる。この変化は植物に関わる動物たちにも影響を与えるだろう。結果ウリンの生態系が不安定になりつつあるんだ。それに地域の状況が深刻になり始めたことでコレイのマリン病もどんどんひどくなってきた。え？なんでそうなるんだよ。具体的な原因はまだ突き止めてない。でも数日前教練員の知り合いから手紙をもらったんだけど、彼によれば多くの患者たちも同じような状況らしい。僕の知る限りないな。地域は数千年もの間スメールに存在している。それに地域はこの世界の深いところから生まれるんだ。世界樹を知ってる？世界樹は僕たちが踏みしめているこの大地の奥深くにある生物学的な意味の木じゃないけどね。まあ大きな木が逆さに生えているとでも考えてもらえばいいかな。地脈は知ってるだろ？あれは世界樹の根みたいなもので、地下を縦横に走り深くて広大な空洞から地表まで伸びてる。地脈はこの世界の記憶を吸収し続け、世界樹には古代から現代に至る
世界のあらゆる情報と知恵が詰まっている。創神が知恵の神と呼ばれるのも、彼女の意識が世界樹とつながっているからだ。創神の力は世界樹の力の現れとも言える。実は地域が現れるのは世界樹が病気になったからなんだ。うん、遠い昔、僕の先祖はマハールッカ・デバータ様の眷属からこのことを聞いた。けどその神秘的な精霊たちも世界樹の治療方法までは知らなかった。僕たちレンジャーはおそらく長い間地域に立ち向かわないといけないだろうね。さあ、話はこのくらいにしておこう。もうやることも済ませたし、ガンダルバー村に戻ろう。ティナリさん、おかえり。お疲れ様。君たちがこの前見つけた地域はもう片付けたから安心して。ん？それはまずい。ハイパシアだ。ティナリ、いきなり駆け出してどうしたんだ？この迷彩帳はハイパシアの緊急メッセージを届ける鳥なんだ。ハイパシアって名前を覚えてる？君たちが前に会ったあの学者。おお、あいつがどうかしたのか？手紙を読んでみるよ。急に変な顔してどうしたんだ？オイラにも見せてみろ。曲がりくねった線が3本だけ書かれてるな。説明するよ。あの日、ハイパシアのところから君をガンダルバー村に連れてきた後、彼女は再び瞑想し始めた。そして彼女が目を覚ました時、つまりさっき、彼女は3日ほど何も口にしてなくて、食料を用意するのも忘れてたから早く助けてくれって書いてあるんだ。それよりなんで3本の線からこんな多くの情報がわかるんだよ。こんなことが前にもあったからに決まってる。前回は5本の線だった。まあいいや、あの時のことは思い出したくない。ハイパシアはそれほどひどい状況じゃないはずだ。でも早く様子を見に行った方がいいな。僕の非常食を代わりに持って行ってあげてくれる？か？でもハイパシアのところにはパラハームがあるだろう。こいつまた気を失ったりしないか？これを嗅いでみて。どう？感じは。あれ、もう大丈夫なのか？本当か？ティナリ、なんでこいつが治ったのを知ってるんだ？地域の片付けを手伝ってくれた時、彼女は草元素の能力をうまく扱えてただろ。だから大丈夫だって判断した。
君たちに世界樹の根についての話をしたとき、君はそれが幻覚とよく似てるって思っただろ？そう、あれは幻覚じゃないけど、この間嘘をついたことを謝るつもりはないよ。なぜなら、君が見えるものはスメール、さらに全世界にとっても極めて重要なものだからだ。僕の先祖はマハールッカ・デバータ様から大いなる恩恵を受けた。僕たちは彼女と共にこの国を守ると誓ったんだ。だから僕は君がスメールに信頼に値するかどうか見極める責任があった。でも君の行動は尊敬に値するものだった。だから僕ももう君には秘密にしておく必要がないと判断したんだ。実はあの時、君の意識は世界樹とつながってた。君が見たのは世界樹の記憶だ。まあ詳しくはハイパシアに聞いた方がいいよ。瞑想もパラハームも君と同じことをできるようにするためのものだからね。けど本当に答えてくれるのか？初めてあいつに会った時、オイラたちとは一言も話したくなさそうだったぞ。それは特殊な状態だったからだよ。修行中はなるべく他の人と話しちゃいけないんだ。ここでちょっと待ってて。はい、ハイパシアへの弁当、これで彼女を助けてあげて。それからこっちの食材も彼女のところにお願い。この封筒は僕がハイパシアに書いた手紙だ。これを彼女に渡せば君たちの疑問に全部答えてくれると思うよ。いいんだ、こちらこそ。この数日間はいろいろとありがとう。